夏は猛暑、冬は暖冬。近年ニュースでよく報じられていますよね。皆さんももう地球温暖化を実感しているんじゃないですか。サステイナブルディベロップメントゴールズ、通称 SDGs。 2030年までに国連加盟国すべての国が達成すべき持続可能な開発目標です。世界レベルで取り組む活動とは、その先にあるゴールとは。知りたい SDGs。 本日取り上げる SDGs は、気候変動に具体的な対策を。これは気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じるという目標を掲げたものです。地球温暖化の原因の一つと言われているのが二酸化炭素の増加。今、脱炭素社会の実現が急務と言われています。皆さんはカーボンオフセットという言葉を耳にしたことはありませんか。カーボンオフセットとは、日常生活や経済活動で排出された二酸化炭素などの温室効果ガスについて、削減努力をしてもどうしても削減できない分を植林、森林保護、自然エネルギー事業などで埋め合わせすること。今回はカーボンオフセットに取り組み、環境大臣賞を受賞したある企業を取材しました。ここは国内に146店舗を展開するビジネスホテル、スーパーホテルのプレミア銀座店。一体どのような取り組みで環境大臣賞に輝いたのでしょう。私たちは自社が出す二酸化炭素に責任を持つという考えに基づき、お客様に代わってカーボンオフセットするエコハクを実施しています。このエコハクとは、公式ホームページで予約した方が宿泊時に発生させた二酸化炭素排出量の 100% をカーボンオフセット。つまり、利用者が宿泊で排出した二酸化炭素をスーパーホテルが相殺しているんです。他にもエコ活動の一環として、その名もエコひいき活動を推進しています。例えば、歯ブラシを使用せずに返却するとお菓子がもらえたり、シーツの洗濯やユニットバスの清掃に使う水を節水するため、翌日の清掃不要を申し出るとオリジナルミネラルウォーターを無料で贈呈。さらに一部店舗では、朝食の生ごみを堆肥化し再利用する資源循環にも取り組んでいます。これにより、スーパーホテルはホテル業界初、環境大臣認定エコファースト企業に選出。第6回カーボンオフセット大賞環境大臣賞を受賞しました。限られた資源を大切にして、少しでも未来へ残すために、ホテルにできることは何だろうを念頭に、これからもエコ活動に取り組んでいきます。私たち宿泊する側もカーボンオフセットを意識してホテルを利用していきたいと思います。